って割との第2試合ですね。選手もフリースタイルでね、打ったりですね。こちら充実に。身長的には充実の選手はもうすぐ行きますね。で充実で許されるのは許されないですよね。こういう密着してもやられちゃうんですよね。この時もう素早く相手殺さないですよね。すごいコールですね。充実の選手はやっぱファミリー的な決断するんですね。やっぱ看板を背負ってるっていうのもあるんでしょうね。上手に。充実の選手は本当にプライドがすごい高いですからね。もう負けは認められないという。激しいですね。決まります。この足に絡めてますね。なかなか抜かせないですね。完全に絡めてますね。下の選手は力でやってもいずれ負けますから、なんとかしないといけないですよね。ちょっと逃げてるだけですよね。選手が中央に寄せると、続きですね。細かいので、指示だと痛いですからね。下が固定されている部分痛いでしょうね。後衛の選手いずれ取っちゃうかもしれないですね。抜こうとしますね。足を抜こうとしますけど、抜いたんですが、ブリッジで高めに。うまいですね。インフェスもすごくうまいですね。ボリング中央続けなんとか手でブロックしますね。これ日常的にこういう練習してるんですよね。街角で。まあ街角もそうですけど、道場でもこういうのはプログラムに入ってるんですよね。充実と違うのはバリトゥードから世の中でやってくるんで、こういうポジション充実で許されてもバリトゥードはダメだみたいな感じにしてますよね。練習はどうですか？完全にバリトゥードと充実と分けてやってるわけですね。いや、そこによって違うんですけども、僕なんか充実完全にっていうか充実を覚えて、じゃあバリトゥードは違うからこういう戦い方だよみたいな充実の発展でやってるんですよね。でベーシックはあくまでも充実。逃さないですよね。菅選手も嫌でしょうね。これはうまいですよね。いずれ抜けるんじゃないですかね。足の絡みはなくなりましたね。横処してああいうふうに足を立てて膝を立ててマウント取らせないでしょうね。上野選手は多分目では追ってないですけども、チャンスを見てはまたもっと狙ってるんですよね。タイミングがなくてあれが基本なんですよね。11番移動接種をしましたね。なんかやっぱり科学ですね。そうですね。決まった動きですからね。公式ですよね。これとこれをしたらこういう答えがあるというね。たまに駆け引きでそれが途中で違う式になったりするんですよね。そこはまた面白さであるわけですよね。横の体勢がずっとついてますね。相手無理してない。あっとブリッジでマウントを取る瞬間にですね、危ないですね。これでジョージ・ジョンソンどう返すかわからない。パンチでなんとかしますね。パンチで距離を空けようとしてるんですね。相手の頭の隙間とか。から相手も多分ですね、ずっと離れますよね。ああ、でも平気じゃないですか。彼らは戦うんですよね。これタックルを滑った感じでやりましたね。滑りやすいところもあるでしょうね。いや、もう汗かいてますからね。バルキーズマイルですね。そうですね。有名な選手ですね。このところの術ですね。これもかなり。向こうでは相当有名な。ファイティングスピリットがすごいみたいですよね。激しいんですよね。同時目ですね。完全に体勢を固定されて決まりましたね。すごいですよね、あの人は。結束というか。そうですね。フリーサイドじゃあマルコバートのところじゃないですかね。ああ、セコンド僕見たことあるんです。あ、そうですか。明暗が本当はっきり分かりましたね。